双子双葉会の皆様、元気に過ごしていますか？こんにちは、ヒロタカトウです。僕はクアラルンプールで生まれ、日本、フィリピンに住んだ後に、シカゴに13年いました。そしてドイツにも3年間住んで、今は日本に戻っています。シカゴには1984年から1997年の13年間いたんですけれども、土曜日の補習校にも通っていました。特に最初数年は現地校の英語にも慣れるのが大変で大変で、毎週土曜日の補習校の友達に会うのがワクワクで楽しかったのが今でも覚えています。アメリカの大学を卒業後、最初の会社は日本企業の東芝でパソコン部門に入っていて、数年前からマイクロソフトに転職してテクノロジーストラテジストをやっています。パソコンの今後の Windows の戦略をメーカーと話すというのが仕事です。大好きなシカゴ双葉会を振り返って、今だったらその当時の中学生の自分に何を伝えたいかというのを考えました。大きく3つですね。友達、チャレンジとグローバル。まずは友達ですが、たくさん友達を作って一緒に時間を過ごしてください。シカゴという環境で出会った友達は本当に貴重な仲間です。可能であれば同級生だけでなくて、学年を超えて年上や年下とも友達を作ってください。卒業後離れてても連絡を少しでもいいので取ってくれるとすごくいいかなと思います。この友達ネットワークが非常に重要で、いろいろな場面で当時の友達がいる中で会社で仕事をしたりとか、同窓会で再会するということもあると思います。20年後も30年後もいろいろと話をできたりする楽しい関係になっていると思います。2つ目はチャレンジですね。新しいことにいろいろ挑戦してみてください。慣れないアメリカという環境の中での英語、学校、部活、イベントや恋愛とかいろいろあると思いますが、失敗を恐れないで興味あることをどんどん試してみてください。自転車と同じで何回も転ぶかもしれないですけど、立ち上がってまた挑戦すればいつの間にか乗れるようになって達成していると思います。失敗しながら常に新しいことにチャレンジです。そして最後3つ目ですね。グローバルな人間を目指してください。シカゴで学ぶ英語と補習校や親から学ぶ日本語が今後最強の武器になると思います。そして日本人だけでなく、さまざまな人種や違うカルチャーの人と接してください。アメリカだけなく、行ったことのない国にどんどん行って交流していくうちに、いろいろな新しい学びとか人生にプラスとかにもなると思います。スタート会の皆さんは世界で活躍できるグローバルな人材に絶対になると思います。たくさん友達を作って、やりたいことにどんどんチャレンジして、グローバルで活躍できる人間がどんどん増えてくれると嬉しいと思います。ただそんな簡単じゃないですよね。途中悩むことがあれば、双葉会の仲間、先輩としてダイレクトメッセージとかどんどん気軽に送っていてください。僕だけでなく、岸岡さんやたくさんいる卒業生のみんなが喜んでサポートしてくれると思います。皆さんともしかして数年後に世界のどこかで仕事かプライベートでも一緒に会えることを楽しみにしています。双葉会日本人学校卒業生の高田でした。ありがとうございます。